どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はお知らせになります。一週間ぐらい前にね、ガズレレ YouTube で生配信した時があるんですよ。その時の様子ちょっとここに貼っときますけども、その時にもちょっとね、ご連絡したんですけど、今ですね、2021年夏にガズレレで今、大イベントが開催されようとしております。それはですね、これ、ドーン。カオレレフェス2021です。カオレレっていうのはこの顔ですよ。で、このフェスティバルはどんなことかというと、まあ一応コンテスト形式なんですけど、そこはガズレレですから、すごくこう上手だとかテクニックがすごいぞっていうものは、まあ一回置いといて、その人がどれだけいいムードで音楽を出しているか。というところの一点です。いい表情なのか、イコール緊張感も含めてね、一週間前にウクレレ始めた人が一生懸命夢中になってて、もうなんか、そういうのもすごく素晴らしいと思う。見ててこうなんかすごく熱くなるとか、うわ、素晴らしいなと思うようなもの。もちろん、なんていうのかな、うまい下手っていう勝負ではないにはないんですけど、もちろん素晴らしい演奏でそういう表現をするっていう感じで、要はね、要は普通のコンテストではないです。なので、なんていうのかな、本当初心者の方でもベテランの方でも同じように優勝できる、権利があると思うんですよね。で、それ選ぶのは、まず第一ステージは、皆さんのいいねの数なんです。はい、で、これね、ちょっと説明すると長くなっちゃうんですけど、まずね、これ、ガズクラブのメンバーになっていただくっていうのが条件なんで、まあ、一種の夏のガズクラブのキャンペーンなんですけど、で、そこに入ってもらって、その中でその、Facebook ページの中にこう、動画を、皆さんこう、登録してもらって、こう、アップロードして、そこの中でみんなで選んでいって、上位の方で決勝戦は生でやって、優勝賞品がすごい聞いてください。Gラボウクレレのセミオーダーウクレレとか、わがままウクレレとか、薄レレとか、豪華商品がもうやばいくらいてんこ盛りなんですよ。かなり、しかも本数もあります。なんですけど皆さん、ここキーポイントです。80名様の応募がないと、このフェス自体をやめようという、そういうことになっておりますのでですね、ぜひこれをきっかけに、ガズクラブに入っていただいて、カオレレフェスに参加してください。で、ガズクラブに入っていただくってなんかね、結構お得だと思うんですよね。毎月5曲最新手書きノートがダウンロードができたり、毎月2回のライブ配信に参加できたり、あとそれに Facebook ページ内でですね、G スタジオ、G ステージって言って、皆さんが演奏動画をアップロードできて、みんなでワイワイできるっていう場所もいっぱいあったりとかして、かなりね、楽しい集まりになってて、今もうメンバーも1500人を超えてますんで、そこに皆さんもジョインしていただいて、まあこんな楽しいことをまた続けていただけるきっかけにね、今回のカオレレフェスがなればいいなということです。このカオレレフェスの詳細ここにリンク貼っておきます。はい、ぜひぜひご覧になってください。概要欄にももちろん貼っとくんですけれども、この夏はカオレレフェスちょっと開催できるように皆さん、ちょっとね、参加ぜひ待ってますからね。はい、それであともう一個、このラジオに出てきました、名古屋で収録された、でオンエアはね、実は昨日の夜にもう終了しちゃったんで、ですけども、ラジコであと1週間聴けるそうです。で、有料版のみらしいんですけれども、今なんか体験で無料体験期間みたいなのもあるというような話も伺ってるんで、ちょっとラジオ聞きたい方とか、この辺のことね、ちょっとここにガズのブログで触れてますんで、見ていただければと思います。司会の須田あかりさんと大倉志望さんにウクレレレッスンしてきて、もうめちゃくちゃ盛り上がってですね、すぐ弾けるようになっちゃったんですよ。ほんとウクレレってすごい楽器ですね。もうほんと3分ぐらいで1曲弾けるようになったぞというね、そんな面白いラジオ収録になったというご報告でございました。そんなわけでですね、カオレレフェスとちょっとラジオのご報告だったんですけど、はい、もういよいよ夏でさ、めっちゃ暑い、本格的夏投入、オリンピックも始まったしね、もう盛り上がっちゃうよ、夏で。はい、ウクレレ。さらに楽しんでいってください。カオレレフェスで待ってますよ。さよなら、バイバーイ。